お前の帽子と耳のとこどないなっとんねんそれ。アコリーナの家。栄養ドリンク、タコリーナの栄養ドリンクって何？タコリーナの栄養ドリンクって何やねん。もう一人筋肉来たよ。なんか話してほしそうに。タコリーナ、おいレモンティーになっとるぞ。ちょっと待て。なんで1号には栄養ドリンク出して、ヘルツにはレモンティーなんや。お前タコリーナ1号とやる気満々やん。かわいそすぎるやろ。お前はなんかいいお友達ねで返されるやつや。でお前がっつり誘われとるぞお前タコリーナに。モテモテやんイチゴ。モテモテやんお前。タコリーナ、タコリーナどこ行った？あのイチゴを露骨に誘ってるという噂のタコリーナどこ行った？おった！違った、タコリーナじゃなかった。あれタコリーナどこやっけ。あそこか。あ、おるおる、家におる、タコリーナ。お前一番に栄養ドリンク出したらしいな。やる気満々やん。姉さんやる気満々ですやん。可愛い顔して。せっかく来ていただいたんですから、ジェラートを作っておけばよかったです。チュポポ。おい、栄養ドリンクちゃうんか。栄養ドリンクちゃうんか。僕の匂いがしてる。僕の家の周りには僕の匂いがしてるね。わからないの？わかりたくねえ。この匂いわかるのって僕だけなのかな。うわ、怖っ。怖っ。キモ。かわいい、でもかわいい。見てこの後ろ姿。うわ。あいつほんま。なんで人気ないんやろ。お前なんで人気ないの。お前だいたい理由わかるけど。なんか口がなんかちょっとひげっぽいのは気になるけど、なんかひげっぽくないですかこれ。よう見てて、口のなんかプリンプリンってしたやつ、あれがなんかなんかちょっと眠たい時遊んでるとひげに見えるから、ほらひげに見えへん、なんか。ごめんよももこちゃん。この子なんかもしかして心は女の子なんじゃないだろうか。その服装。お前もしかして IKKO さんか。なんか IKKO さんに見えてきたよ。前から雨は空の涙なんじゃないかって思ってるんだよね。どんだけにしよう、こいつの口癖どんだけにしよう、こいつの口癖どんだけにしよう。口癖変えたいな早く。
じめまして、お邪魔します。あー、早速なんか DIY しよる。すげえ、ジャングルや。やべえ、音楽かっこいい。すんげえ音楽かっこいい。何かかってんのこれ。ケケアフロ。え、アフリカなお前。なんか地面変じゃねえ、でも。地面もうちょっとなんか何、草草いうか土っぽいやつが、いうかこの壁紙欲しいな。あ、取り寄る。やばい。お前どちらかというと鳥に食われる方じゃないの。鳥に食われる方なのに鳥飼ってていいの。かわいいなこの鳥。なんなんこの家。なにこれ。カエル肉のソーセージじゃんあれ。カエル肉のソーセージやろあれ。おいミスター。うわカエルだカエルだ。うわあああああああ。ジャングルをジャングルを横切るダチョウ。何がおもろいんやこれ。2150年ついに鶏が飛ぶ。ジャングルを口にて飛ぶ鶏が発見されたものです。かわいい。今にも食べられそうなカエル。かわいい。かわいそう、なんかかわいそうに見えてきたな。これ目合わせできるよね。2やろ、次2いけるで俺。あ、ミスった。あ、いけていけた、ほら。あ、ミスった、ほら、いけていけた、ミスらん、ほらほら。これ使い物になんなくね。歌わないんですか。そこの筋肉2人歌わないんですか。あとカメラこっちですよ。歌い出した。皆さんにじゃあ、おいジジイ、戻ってきたな。歌うか。歌わへん、歌わへん。歌わへんのかい。おい、タツオ来たよ、タツオ来たよ。急に寄ってきたぞ。おい、通り過ぎんのか。おい、通り過ぎんのか。おいおい。なんなんこの子ら。あー、行っちゃった。行っちゃった。バイバイ。